うとう、あの子が来てくれるよ。ずいぶん待ったけど、間に合いそうね。もう、大丈夫かな。大丈夫だよ。彼女を信じよう。そのために待ったんだから。いや、私たちが。頑張ろう。ここからが、終わりの始まりだよ。うん。そうだね。頑張ろう。おはよう。おはよう。暑いね。ほんとほんと、やっと夏服よ。もう夏なんだ。結局冬服では一度も来られなかったな。いい加減前に進まないと。でも私はどこへ行けばいいんだろう。立ち止まってる場合じゃない。まずは職員室に行こう。今のまさか。職員室は2階だったはずだけど、どっちだっけ。ひとまず歩こう。ここまで来たんだ。ちゃん。ここまで来た。
子ちゃん。む、やっぱり白井ひな子ちゃんだよね。学校に来てくれたんだね。そうだけど、西田早苗だよ。中学が一緒だった。ごめんなさい。気にしないで。中学では同じクラスだったことなかったし。え、じゃあなんで私のことを。もちろん知ってるよ。バレエで有名だったもん。全校集会でもみんなの前で表彰されてたじゃない。そう。でも思ったより元気そうで安心した。思ったよりって。足のこと。偶然だったの。中学の卒業前に先生たちが話してるの聞こえちゃって。私知ってるの。ひな子ちゃんが膝の故障でバレエやめたこと。推薦でこの学校の特待科に入るのが決まっていたことも、バレエをやめたから普通科になったことも全部。そう。もちろん誰にも言ってない。それで来ないから、まさか学校も辞めちゃったのかなってとても気になっていたの。だから来てくれて嬉しいの。一緒の高校に通えることが嬉しいの。もう踊れない私でも。うん。バレエを続けられない私なんてもう死んでるようなもの。そんなことない。だって幽霊は学校に来ないよ。私ね、中学の頃からひな子ちゃんに憧れてたの。だからひな子ちゃんと一緒の高校に通えて本当に本当に嬉しいんだ。嬉しいな。あの、私何？嘘、見えてないの？あの、どうしたの？このままじゃかなり危ない気がする。どうすれば。何ここ、なんで私こんな場所に。何なのこの場所。夢？でも夢にしては感覚がはっきりしてる。あれは、何あれ、生き物なの？指輪に願いを込めて。それがあなたの力になる。願い？さっ
き死んでるようなものだって言っていたけど、まだ死んでいないでしょ。ここで死にたくはないでしょ。うん、その思いを力にするの。大丈夫、その指輪をつけることができたあなたなら。さあ急いで。わかった。何これ、チュチュ。リフレクター、あなたの力よ。リフレクター、その力で敵を倒して。でも私はもう足が。それに力って何、まさか素手で戦うの。大丈夫、この力があれば現実の怪我は関係ない。あなたのその足も動くはずだよ。右目と同じ青色の剣。青い目？な、何これ。それに髪も。さあ戦って、あなたの力で。ひなこちゃんが高校に来てくれた。
た一緒の学校に通える。一緒の時間が過ごせる。嬉しい。これから楽しみだな。これ、さっき言ってたこと。あれは、本当の気持ちだったのか。憧れ、か。あのコンクールに出た時、私も、こんな気持ちだったかも。夢に見た舞台、すごい人たちと一緒に踊った時間。立場は違うけど、何かに憧れる思いは同じ。少し遅れちゃったけど、今日から一緒に頑張りましょう。白井さん、自己紹介をお願い。白井ひな子です。これからよろしくお願いします。じゃあ白井さんは、あの空いてる後ろの席に座って。はい。始めます。これからよろしくね。私
しない。